私が旦那です。こういうわけでこういうやつなんだ。濃ゆいな。オタクというやつだな。面白い旦那だったな。素の性格を見せて試された気がするよ。あんたも友達呼びなさいよ。友達、ネットにはたくさん。ごめん。俺こそごめんだお。もっとはっきり言ってよ。私が必要だって。桂木さん、あの、私とキスしませんか。ディアナ。おい、やっぱり。やめー、私に近づかないでください、このケダモノ。クラウスさん、やっぱ光見えないっす。邪魔だ陰謀。単語だけで呼ぶのやめろよ陰謀様。あー、やるか陰謀殿。やってやんよ、クソ、やってやんよ。お前たち、いい加減にしないか。あの人は限界値に近いと共同優しくなるんだ。すべてを焼き尽くす炎よ。はい、この手に続いて敵を撃て。ファイヤーボール。おお、恥ずかしい、恥ずかしいよ。母なる大地よ、力を貸して。敵を打ち払うつぶてとなれ。アーティブラスター。栄翔なしで。レッスン1。ん？絶対領域とは、ミニスカートとニーソの間に生まれたこの部分を指します。レッスン2。履いてない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 。では、レッスン3。新一くん、ストップストップ。相性 2% だって受ける。何が分かったの。とりま、今の相手はやめといた方がいいわ。あ、何それ、全然信じられないよ。あの、ちょっと聞きたいんですけど。今度は何。父を、失踪した父を見つけることもできますか。急に思い。オッケー、ちさぼよ、私がパパ見つけてやんよ。プエルトリコね。プエ、どこそれ。ドミニカ共和国の隣っしょ。料理上手な女の子が好き、イエスかノーか。ノー。愛情がありゃカップ麺でも OK だぜ。次の質問ね。ヒゲ、ハリマくんはどういう髪型の女の子が好きですか。決まってんじゃねえか。髪を両側で縛ってる。おい、聞いてんのか。姉さん、着替えを忘れたよ。太ったからだよ。娘、この餅うまいな。春の味がする。ごちそうじゃない。桜満開、春爛漫。空から落ちたら恋に落ちたぜ。そういえば、あれはどうしたんだ。あれ、下駄箱に入っていた果たし状。何もないよ。そうか、なかったことにしたのか。見つけたぞこれ。よ、てめえか、 1F の田中っていうのは。隣の1位の越前だ。田中、あたしと勝負しな。寝るな。目標、ルンちゃんの水着ポスター入手しましたぞ。校長室に持って帰ってじっくり堪能しましょう。心の目で見ればこんな水着ないも同然だもんね。ヒャー。宇宙人ってことですか。ああ、メモルゼ製の王族なんだ。見た目は一人なんだけど、実は双子でさ。くしゃみするたびに女のルンと男のレンが入れ替わる珍しい種族なんだぜ。おい、やっぱりやめにしないか。はい、オッケー。お疲れ様でした。いや、俺ってやっぱ天才だわ。やめろ、こんなやめろ。香織さん、今日も綺麗だよ。そろそろ寝る。着替えようか。
か、なでしこちゃん、そんなに荷物背負って大丈夫な？ん？こっから先登りやし。疲れた時はその荷物、私が背負っていやんよ。やー！アキちゃんかっこいい！笛吹公園まで600メートルやって。おーい、こっちだよー。おい、ひまわり、こっち見んなよ。あなたこそジロジロ見すぎですわ。見てないし、この自意識過剰おっぱい。なんですって？はい、そこ静かに。できた！胸がすごいことになってますけど。ひまわりこそできたの？もちろんですわ。傑作ですのよ。胸がすごいことになってるけど、悪意ありすぎだろ。何ジロジロ見てんだ？いえ、ジロジロは見てないです。半額の寿司がある。では交換だけですから。なんだよそれ。佐藤聞いてるのか？あ、いえ、そのやりずい先輩、できればズボンだけでも治ってからお話を。落ち着かないんです。そのこれでずっと落ち着いて話ができるな。佐藤、ズボンだけでも。話を寿司に戻そう。だいぶお腹が空いているようですわね。リンスレット、お前っていいやつだったんだな。わっと泣いて私の下僕になると誓えばこのスープを差し上げますわ。断る。じゃあな。話を聞きなさい、くれ者。なんだ、俺にくれるのか？ええ、私の足を舐めればすぐに。痛い、大丈夫ですか、お嬢様？一つ目のキーワードはニャルコ。そんなもの調べなくても、マヒロさんなら私の全てを知ることができますのに。ベッドでね。二つ目は空港。ごめんなさい、私の大事なところはニャルコにしか教えないから。ちょっとだけなら教えてあげてもいいよ。三つ目のキーワードは年齢。じゃあこれ、兄ちゃんの 16.5 センチの認定カードな。具体的な数字言うなよ。大きければよりどりみどりじゃなかったのかよ。エルフのアンちゃんはこの20人から選びなよ。おお、くそが。ハーフリングのあんたは全員誰選んでもいいぞ。ダメな子は一人もいない。いねえよ。おかしい、さっき来た時川なんてあったっけ。ここどこなの？それは小森先輩の。どうしたの？ペチ、あ、危ないから戻ってきて。ペチ、ペチ。これは UFO の歴史においてあまりにも有名な事件である。どうした？宇宙人の目撃情報は他にもある。え、宇宙人？死のうなんて人いるわけないじゃないですか。いますよ、ここに。いません。じゃあさっき私は何をしていたというんですか？ああ、あれは身長を伸ばそうとしていたんですよね。はい、思い出しました。私のお父さんもよく身長を伸ばそうとしていました。ほら見て見て、長澄さん、どは、この祭りの綿飴はいつも大きい気。うわ、ほんと、こりゃ食べがいが。あのおじさん、俺の綿飴。なんぞ文句あるんかいな。俺の背中に立つんじゃない。長澄さんごめんな、食べてばっかりで。ここの屋台はうちの組がしのぎで出しとんのが多いき。あいつ俺、このままだと命の危機。ああ、やっぱり。嘘！きつい。耐えて。死にたいの？あっ！あっ！